チェントディエチは、ブガッティオトモビルが2019年に発表した限定生産のハイパーカーである。ブガッティの創立110周年を記念し、シロンをベースに製作された限定モデル。シロンと比較して 20kg の軽量化を達成。エンジンは 8.0LW 型16、気筒クワッドターボエンジンを搭載し、最大出力 1176kW。 7000rpm を発揮する。ハンドメイドで10台のみが生産され、価格は約10億円。社名はイタリア語で110の位、e。A ピラーを覆うように回り込むフロントウィンドウや5つの円形インテーク、フロントマスクなど、過去にブガッティが販売した EB110 をオマージュしたデザインが各部に盛り込まれている。リアには8頭のテールライトと、 巨大なディフューザーの両側に配置されたマットブラックのクワットエキゾーストパイプ、アンダースポイラーと固定式のリアウィングを備えている。最新の 3D 設計技術と VR 技術を駆使し、6ヶ月で全体のデザインを完成させた。0時速 100km 加速は2.4秒、0時速 200km 加速は6.1秒、0時速 300km 加速は13.1秒。 最高速度はリミッターにより、時速 380km に制限されている。ブガッティチェントディ d h ブガッティ公式サイトブガッティが6ヶ月間で、チェントディ d h を設計した方法トップギアによるブガッティ。チェントディ d h の特集ブガッティチェントディ d h について、ブガッティチェントディ d h の詳細ブガッティチェントディ d h の市販モデルが行動を走行。ブガッティの限定ハイパーカーが、CSR レーシング2に登場。 ありがとうございます。